g a ファ四機種が作り変えた世界。ガー f a というのは Google、Amazon、Facebook、まあ、現在はメタですね。あとアップルの4社の頭文字をですね、まあ、並べた言葉なんですけどもですね、この4大企業ですね、グローバル IT 企業とですね、まあ、それに続くような、あのまあまあ同じような IT グローバル企業が世界を支配しようとしているというか、まあすでにもう支配しちゃってるんじゃないのっていうですね、そういうちょっと怖い 話が書かれた本でもあります、えー、これまでにもですね。巨大企業というのがあったんですね。あのー、例えばその ibm もそうでしょうし、ゼネラルモーターズもそうでしょうし、あのモンサントもそうでしょうし、いろんなですね。巨大企業、国際企業ですね。グローバル企業というのがあったんですけども、ガーファというのはですね。それ以上の存在だ、ちょっと桁が違うんだっていう本でもあります。動画の中ではですね。まあ、一応番の紹介した本の出身に従ってガーファって怖いよ。っていう。 ま体、あ、で話したんですけども、まあ、ただ僕自身は怖いよというかですねあの本当はどう思ってるのかというとこういった歴史的転換に対する評価っていうのはですね基本的には後世の,あの歴史家によって判断されるべきだと考えてるんですね歴史的な判断っていう。 つまりそれが良かったか悪かったかっていうのはですね事前もしくは最中に話してもあんまりしょうがないと太平洋戦争に関してもその太平洋戦争が始まる前とかやってる最中に これは歴史的に見てどうなのかっていうのを日本人は考えることができなかったんですよ。戦後ようやっと終わってだいぶ経ってから自分たちの中で総括というかですね問題点を出してでなんかこういろいろこれは歴史的に見てどうだったのか結局与えた影響はどうなのかというのう考えることができたんですよね。だからガーファによる支配っていうのもですね実は怖いことというよりはあんまり今考えてもしょうがないそれは何なのか。 何が起きてるのかというのはすごく大事だけどそれは結局どういうことなのか我々にとっていいことなのか悪いことなのかというのはあんまり今考える。 べき問題でっていうのは現代を生きる僕らの大半はそのーファ a の与えてくれるサービスをですね、まあ、やっぱりいいものとして受け取ってるんですよやっぱあのそれが進化したりあのなんだろうなどん,どんどんどん拡張していけば僕らの生活楽になったり助かったりするわけですからでそれに対してですねこの本の著者のスコット・ギャロウェイっていう人はですねやばいよこれ本当ほとんど世界征服だよっていうふうにですねずっと 警鐘を鳴らししてているるとうか、わけでで、すねで。ギャラウェイの言ってることはまあ、多分正しいんですよ。まあ多分正しいと思ってるから僕も本を紹介してるんですけどもガーファによる世界支配もまあ、事実なんでしょうけどもただ多くの普通の人にとってですねそのガーファに支配される人生ってそう悪いものじゃないと考えちゃうんですね僕なんか。 っていうのはじゃあそ,のそれ以前のユダヤ資本による世界支配とかですねロッシアル時計とかですね闇の政府による世界支配とかまあそういう陰謀論みたいなのを置いておいて結局僕らの人生っていうのは誰かに支配されている上での人生じゃないですかじゃあその中でトップが変わることによってどれぐらいの変化があるのかっていうのはそれはなんかな,なんでしょうねあの いいいいか悪いか悪とうの微妙なところがありますね。関係ないところもあればものすごく関係あるからちょっとここを踏ん張ってくれよみたいなところもあるんですけどもですねガーファに支配される人生に違和感を覚えないならそれでも別にいいんじゃないかなと思うんだったらあいちいちこんなこと考えない方が幸せなのかなと思うんですよ。 であの、違和感を覚えるよとそんな世界を変えたいと思う人はですね、堀山が言うようにですね、自ら才能を発揮してガーファーに匹敵するような巨大企業を作ってですね、支配者側に加わればいいわけですね。堀山とかオリラジ中田君んでそっちなんですよどういうふうに生かしてとりあえずあの支配者階級支配される側になるんじゃなくてちょっとでも支配者側に入っていって一ちょしていって登っていってプレイヤーに回ろうという考え方で。 それでいいと思うんですよね。でそんな世界から抜け出したい自由になりたいという人はですねひろゆきの言う通りにすればいいんですよねひろゆきっていうのはいうのを見つける人だし、いつつも見つけて、そここに行こうとすする人なんですよ。だからこの世界に違和感を覚えて支配されるのは嫌だっていうんだったら上に登って支配する側に立てばいいしいやそんな支配とかそんなゲームに巻き込まれたくないっていうんだったらひろゆきの後をついてってゲームの外に行けばいいし。 であの、岡田敏夫は何かっていうとですねそういう歴史の大波ですね誰が世界の支配者になるのかっていう大波に参加したい人なんですよ参加して大騒ぎしながら楽しみたいとでその中での勝ち負けそれはまあそれでもうあの従いますよとそれよりは自分が参加したかの方が大事だというふうに僕は考えちゃうんですね、えー、なのであのそういう立場の僕がですね心配するのはですね この世界を誰かに支配されてるんですガーバが支配しようとしているってこういう違和感には気づくんだけどもシステムにあがらえるほどの能力はない人なんです。まあつまり 頭はいいんだけども、あの、立場の弱い人なんですかね。あの、まあ、このゼミの受講者にすごく多そうなんですよ。だから、ま、こういうゼミを毎週やってるわけですよね。あの、君たちには支配者側に行くような方法もあるし、このゲームから逃げる方法もあるけども、俺はこんな方法でこのゲームの中で楽しんでるよっていうふうに語りかけてるわけなんですけど、あの、ただ、まあ、ま、 あのこの世界に違和感を覚えてこんなガーファーの支配が嫌だとかなんかしんどいって考える人って全人口の割合の中でもそんな多くないと思うんですよね、まあ、大多数の人はそれよりもまあ便利になってくれよとか余計に金取られないんだったら構わないよって考える人だと思うんですけどもあのなので後世の歴史家の評価もですねガーファーの世界支配は別にあのいいことでも悪いことでもないと国家の時代が終わって巨大企業の時代が来たんだよね。 つまり王家の時代が終わって国民国家の時代が来たんだよねっていう17世紀からですねその20世紀初頭の変化みたいなものが21世紀の頭にあったみたいな歴史認識になるんじゃないと思います。